皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーカウです。さあ、この今私が乗っていたバスブレッド、なかなか面白いね、器具なんです。まず乗ってください。で、乗った時にすごくグラグラするんですよ。だからまずね、膝下歩きしてる人わかる？膝下だけでこうやって歩いてる人はまずこれ乗った時にああああってなる。でもだんだん乗ってるうちに太もも使わないとダメだなってわかるから、お腹に入ってくるんです。はい、そしたら少しずつ少しずつ片っぽを向いて足を開いてってください。絶対に無理しない、最初からいっぱい開かないようにね。なぜかというと股関節の可動域が悪いと転んでしまいます。ちょっとずつ開きます。だんだん開いていけたらちょっとずつ大胆にしていきます。腕を振って股関節が動いてるの分かりますか？はい、そして1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、音に合わせて、音楽に合わせたりしたら楽しいですよ。はい、そのまま片っぽだけだとバランス悪いので少しずつ変えていきます。さあ、左足の方に行った時にどうですか？右と左の違いを感じるんです。ここで股関節の違い、私も違います。左使いづらいんです。なんかぎこちないでしょ、わかります？左の股関節私意外に使えないですよ。はい、これで練習します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、すごく楽しく息を吐いて吐いて、これで足が離せるようになるともっと股関節が使えてバランス力があるって感じ。でも最初からやらない、ゆっくりゆっくり戻っていきます。このままずれてきましたね。これはどっちかの足が強かったりすると蹴りが強くて、こうして私は左が弱くて右が強いので今ずれてしまいました。そんなことも分かるこのバスブレッドは体が左右均等に動くようになるいい機械ですよ。やってみてください。